ました、研磨クッキング。今日やる料理はね、これですよ。今日前回ね、冷やし中華ね、普通のスタンダードやって、ごまだれの豚しゃぶやって、でね、今日第3弾なんですけど、今日はね、ちょっと変わり中華やりますよ。でね、今日はこれ使いまーす。これね、よくね、コンビニとかね、スーパーで売ってるね、これ、豚タンスモーク。お、こうということは今日はリナちゃんが手伝いに来てまーす。イエーイさあ、じゃあ行くよ、リナちゃん。はい、じゃあ今日もね、早速ね、冷や中華いきます。じゃあまずね、これを、はい、じゃあね、今日の食材ね、このタンとこのネギ、もうこれだけでいい。これとあとちょっとカイワレ使おうかな。ね、それだけね。で、まずね、このね、ネタの方、種の方いってもね、この長ネギね、一本こういう感じに切りますよ。こういう、なるだけ細く、こういう風にこう、こういう感じでね。高かーい。一緒半分の1ぐらいかな。丼にポン入れますね。はい。そしたら、このスモークタンを。うお、美味しそうだー。美味しいぞ、これは。食べるか。食べる。食べる。つまみ食いする、りなちゃん。やっほーい。おい。じゃあね、これね、110g だけど、半分ぐらいでも十分かな。半分ぐらい入れます。そしたらね、はい、じゃあこれね、沸騰したお湯の中に麺入れます。はい、おーい。でね、今日でね、これでね、冷やしシリーズ3回目なんでね、まあ茹で方みんなだんだん覚えてきてると思うけど、たっぷりの上に必ず沸騰してから入れてくださいね。はい。で、麺がね、茹でる間にこれやっとくことあります。これね、文字のあれがかいわりちゃん、これをね、まあね、入れて、そしたらね、いきますよ。これの味付けね、これ豆板醤、豆板醤を、そうだな、これ小さじ1杯ぐらいポンポンポン入れて、はい。そしたらこれ、ごま油、ごま油、ごま油も小さじ1杯ぐらいパンパン入れて、はい。そしたらね、これね、塩、いや、塩じゃねえんだ、これ味の素、味の素ね、どれぐらいっていうかね、これほんと少しなんだよ、これ一つまみって言うんだけど、これ小さじでも、もうそうね、いや、4分の1、5分の1ぐらいぐらいかな、ほんのちょっとでいいんですよ。で、これをこう入れてね、で、これをしっかりあえときます。はい、もうね、これだけでもつまみになるくらい美味しいですよ。よいしょ、よし、こんな感じね。うい、タンとこのネギがまた合うんだよね、このピリ辛でね。タン食べたい。タン食べるか。トン、しょうがねえな、もうリナちゃん、いいの、リナちゃんの力のつまみ食いにってことだからな。はいはい、どうぞ。はいはいはい、おいしい。うん、美味しいよね。うん、よし、そしたらね、今度ね、これやってる間にね、ちょっとね、タレの方行ってみたいと思います。でね、まずね、今日のタレのね、説明ね、今日これね、水さ、300cc 入ってます。でね、今回お世話になるのはこれね、キッコーマン香り白だし、はい、これをね、6対1でってことはね、これで 50cc ここに追加です。はいはい。そしたら今度これに、これね、醤油ね、醤油大さじ1杯入れて、はい、これで美味しいタレの完成です。はい、早い、うん、早い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 、そうなのだ。よし、そしたらこれを準備してる間に麺がもうちょっとかな。で、はい、これね、もう再三言ってるけどね、冷やし中華やるときは普段いつも食べてるより柔らかめに茹でてくださいね。でこういう感じで、しばらく経ったらこうやって指でつまんだら、透明感が出てきますよ。もうちょっとかな。じゃあ待ってる間に何かお話しして。え、それ無茶ぶりだよ、それ。それ無理だって、無理だって。無茶ぶりの天才だから。無茶ぶり天才だな、本当に。そんな面白かったら芸人になってるよ、もう。なれないね。なれないよ。よし、じゃあこれでね、あ、ちょうどいいね、これでもう取って、もう透明になりましたね。かなりちょっと柔らかめに茹でて、これを冷水でちゃんと冷やします。はい、ちょっとごめんなさい。Okay。 はい、ね、バシッとね、冷やしたね、この麺ね、今日の盛り付け、このね、ガラスのめちゃくちゃおしゃれだね、これね、
ダイソーでね、300円で売ってたんですよね。およよよよよ。およよよ、もうね。最近のダイソーはすごい。ダイソー最高。ダイソー大好き。よし、よし、これで。でね、さっきのこのタレね。タレをピューピューピューって。どっちかというとね、これ冷やし中華というか、まあ、冷麺に近いんですけど、この状態だとさっぱりしすぎるよね。なんだけど、このタンとネギと和えたことによって、このタンも動物性だし、ちょっとごま油入ることでコクが増しますよ。でね、これを普通にこれをタタタとこうやって盛り付ける。ダイナミック。ダイナミック。なんかそんなコマーシャルなかった。ダイナミック。ないよ。なんかなかったっけ。あったっけ。あったっけ。うん、まあいいや。で、これをね、こういう感じで、シャシャシャってこう盛り付けて、よいしょ。わあ、美味しそう。しかもピリ辛で、ちょっとね、ネギの風味と、もうタンのね、コクと、で、タンのコリコリ、ネギのシャキシャキね。はい、オッケー。はい、完成しました。今日のね、変わり中華ね、スモークタン使った、うん、タンの、冷やし中華、完成でーす。美味しそう。ドーン。タンタンタタタン。よし、じゃあね、早速食べてみたいと思います。この仕上がり、これ綺麗だよ、これ。綺麗だよ。これ、ね、やっぱこのね、器に売ってるのね、だいぶちょっとやってるね、やっぱり最近のね、このダイソーさんの品揃えすごいよね。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとう、ダイソー。よし、じゃあね、あ、そうだ、乾杯しなきゃ。では、今日はりなちゃんが一緒に来てるんで、乾杯の温度りなちゃんも一緒にお願いします。ういーす。じゃあ、りなの乾杯の温度で俺行くから。嘘でしょ。いいじゃん。むちゃぶり。いや、むちゃぶりじゃないじゃん。じゃあ、皆さん、はい、じゃあいいよ。なんか一言言って乾杯。OK。 いつもケンマスクッキングをありがとうございます。それでは今日も乾杯。乾杯。おいしい。おいしい。途中でのび太くんに見えてきた。なんていう。じゃあ早速食べてみたいと思います。これだよね。タンの冷やし中華。もうちょっと冷麺に近いけど、これはまたうまいんだよね。じゃあいただきます。よし、いただきます。うん、おいしい。で、このネギと絡めて、よいしょ。うん、おかえり。これ美味しいよ、本当に。でね、タンね。あ、タン、うん、タン美味しい。もうね、これバランスも最高なんですよ、この。なのね、下のスープはもう冷麺みたいに超さっぱりなんだけど、この上のタンとネギのこの和え物が乗っかることによって、こうやっぱね、ごま油が効いてるんで、やっぱりコクも増しますね。でタンの動物性が入って、で、ただ単に冷たいなんか、 かけた何かけた今何にただ単にただ単にさすがにな。いや、そういうことで、うんうん、本当に美味しいよ、これは。もうね、簡単なんで、皆さんぜひ作ってみてください。今日のこの代わり中華、ネギタンの、ネギタンだよね、これね、うん、ネギタンじゃない。自信持って。あ、そうだね。ネギタンの冷やし中華大成功です。皆さんやってみてください。今日もご視聴ありがとう。